2023年10月、高島屋は京都店を増床し、専門店エリア T8 を備えた京都高島屋ショッピングセンターとして新たなスタートを切りました。アートやカルチャーを発信する T8 が加わり、伝統と革新が共存する館として進化。今回は様々な分野のキーマンたちと開業までの道のりを振り返りながら、その舞台裏や街づくりへの思いに迫ります。京都は高島屋創業の地。1831年に烏丸松原で古着木綿商として開業。1946年、現在の四条河原町にマーケットセンターを開店。時代の変化に合わせて業態を変え、1950年に百貨店として営業を始めました。京都高島屋ショッピングセンターの構想が動き出したのは2013年のこと。国内外から多くの人が訪れにぎわう四条通り、京都高島屋の横には通りに面した所有者の異なるエリアがありました。京都市や商店街からの声もあり、土地の取得に踏み出しました。高島屋顧問米田翔太郎は当時の様子をこう語ります。まずその土地の取得ですね、土地の取得、それから土地の改良ですね。改良というのは、ただ土地を手に入れるだけじゃなくって、壁を抜いたりするために行政と、それから地元と、それから関係の企業さんとの協力関係、これを作るのが大変でしたね。約10年かかりましたね、それがね。米田は京都生まれ京都育ち。入社以来約50年、地域に多くのパイプを持ち、京都高島屋の店長などを歴任。長年にわたり町と店の変化を見守り続けてきました。京都は職人の町なんですよね。だから商人は近江商人、京都は職人の町。何を作ってたか言ったら最高のものを作ってたんですよね。京都といえば琴の印象から日本古来の伝統的なものを想像されることが多い。一方、町を受け継いできた人々は実は革新的であったり、最高のグレードのものこそが京都らしさだと考える人が多い。日本の中でも特別な歴史を持つこの町で創業し商いをするとはどういうことか。創業地といってもね、京都はもう老舗が山盛りあってね、高島もまだ190何年の新参者なんですけれども、でもやはりこれだけ人を集める四条河原町にある以上は、やはり京都のアイデンティティをつないでいく店でなければならない、それだけの格がある店でなければならないというふうに思ってますね。専門店エリア T8 の建設にあたり、数々の難題にぶつかりましたが、その一つが四条通り地下道とつながる入り口を設けることでした。さまざまな規制があり、地下の壁を抜くことは長年困難だと思われていたのです。何度も調査を重ね、関係各所と粘り強く交渉した結果、なんとか実現にこぎつけることができました。分厚い壁を取っ払って地下に入り口や店舗を作れたのは大きな進歩でした。四条通りで新しく大きなビルができるときに、皆さん地下に店舗を出し、地下から出入りしてくれたら、自然と町自体が大きく変わっていく、そんな一歩だと思います。土地や施設の話が進む中、専門店エリア T8 の中身についても多くの議論が行われました。その中で導き出した T8 のコンセプトは、出会う場所、出会いに行く場所、そして既存の百貨店エリアと一体となる京都高島屋ショッピングセンターは京都で一番の待ち合わせ場所。キーワードは出会い。そこに込められた思いを高島屋グループで商業開発を担う更新開発の吉田光孝はこう話します。これはこう新しい街のシンボルとして、こう、たくさんのこう人々であるとか、こと、もの、それが出会う場所として、この場所を提供したいという、そういう思いがございます。
でその中でもやはり、まあ、百貨店はなかなか行きづらいという声もありましたので、まあ、気軽に立ち寄れる、まあ、そういう店を作りたい、まあ、そういう考え方で生まれました。 T8 ができるまで百貨店である京都高島屋の主要顧客層は60代以上が多く、次世代顧客の取り込みが課題となっていました。次世代をコアターゲットとする T8 と既存の百貨店、果たしてどうつなげようとしたのでしょうか。今回その T8 を開業させる上で、まあ、我々が必要であると感じたのは、百貨店のそのまま延長でお店を作るのではなくて、百貨店と T8 の間にノイズを発生させようと、まあ、そういう考え方でお店を作っていこうというふうに考えました。ノイズとは不協和音という意味ではなく、なんだか気になってしまう違和感をポジティブに表現したもの。新しいお客様もこれまでのお客様も施設全体で楽しめる店作りを目指し、テナントを選定しました。例えば京都初出店となったマンダラケ京都店は、中古玩具などが並び、百貨店では取り扱いのなかった商品を提供。さまざまなコレクターズアイテムを見ながら楽しそうに会話されるご家族も多く、世代を超えた会話のきっかけに。任天堂京都も国内外からたくさんのお客様に好評を得ています。また京都高島屋ショッピングセンターは、百貨店エリアの京都高島屋と専門店エリアの T8 がつながっていて、いつの間にか2館を行き来しているようなシームレスな構造が特徴。一体型にすることで苦労も多かったと言います。建設工事を行う上でも、百貨店を営業しながら横に新しい建物を建てて、でその上で壁を潰してつなげるという、まあ、そういう大幅な工事がございましたので、まあ、その上で百貨店を営業しつつ横で工事を行うとなると、まあ、今の既存のお客様にご迷惑かからないような、まあ、そういう配慮をするのが、まあ、日日毎日違う形でいろんな対応が出てきたということがございます。一方で夜に工事をしようとなると、この近隣にはかなりたくさんのホテルがあったりしますので、まあ、そういったお客様に対しても騒音でご迷惑をかけないようにというような配慮が必要でございまして、本来は早く済ませたい工事も少しずつ少しずつ音を立てないように工事をするというふうなことが必要になりましたので、そこはその工期とその何かご迷惑かけないような、その調整が難しかったというようなところがございます。一方、百貨店エリアではT8 の誕生に合わせて、新しいお客様が手に取りやすい雑貨を充実させるなど、品揃えの見直しを行いました。週替わりで商品イベントを行うポップアップスペースは約2倍に大幅拡充。いつ来ても新鮮さが感じられるよう、新たなブランドのトライアンドエラーを続けることが館全体の魅力につながると考えました。また次世代顧客の獲得に向けて、感覚の近い若手社員によるプロジェクトを発足。30案ほど寄せられた中からいくつかのアイデアが実現されました。中でも地元出身のアーティスト大地山本とコラボレートした開業テーマソング「ソル」が話題に。高島屋京都店企画宣伝部山田博士はその目的を次のように話します。若手メンバーも入社して年月は浅いものの、まあ、彼らなりに高島屋を何か変えたいとか、もっとこうしたいっていうような思いを持ちまして、まあ、それをこの開業のテーマソングという形でリリースできたことについては、まあ、今後の彼らの原動力にもなるというふうに思います。これからの高島屋や大地氏の高島屋との思い出など、みんなで意見交換を行い、それをもとに歌詞が生まれました。やはり百貨店のファンをもっともっと増やすためにですね、この若手プロジェクトというのは継続していきたいというふうに思いますし、若手が自分の友人や家族に勧めたくなるような企画をにつなげていきたいなというふうに思います。開業後は海外からのお客様、若いファミリーのお客様が大幅に増加しました。気になる周囲からの評判は、お客様の声というよりもご近所の方々ですね、よかったよかった、たくさん人が来てくれた、皆さん喜んでいただけるので、ね、私たちはやっぱり街を良くするということが使命だと思うので、来れたお客さんだけ喜ぶんじゃなくて、そのお客さんを招いた街の皆さんが喜んでいただけることが一番だと思っております。 C8
塩河原町というのはやっぱり観光の中心で、清水寺行かれたり金閣寺行かれたり、いろんな方々が最後帰ってこられる場所なので、そこに楽しめるゾーンを作ると。高島屋が集客を中心にして周りで飲食をして買い物をして泊まっていただくということで、町全体が活性化する、そういう使命が必要だと思いますね。そうですね、2031年に高島屋が創業200周年を迎えます。でこの京都は高島屋の創業の地でもございますし、この京都の町に育っていただいたというのが思いもございますので、まずはしっかりとこの京都高島屋市開業において恩返しをしていきたいというふうに考えております。でそのためにもここで働く我々としては、この町のアンカーであるという、そういう責任を持ちつつも、初心を忘れず、じっとこの町と共に成長していきたいと、そういうふうに考えております。最後に、今回の京都高島屋ショッピングセンター開業における一番のポイントを米田はこう語ります。結局ね、人なんですよね。これに至ったのも京都市の担当者の言い方にあたって、で阪急電車、それから京阪の言い方に出会って、京都府警も含めて消防も含めて皆さんこの話をした時に目を輝かしてくれたんですね。消防の方もこの構想を言った時に目を輝かして、いいよこれでしたらいいよとアドバイスをくれたんですね。建築局の方もそうです。だからそういう皆さんの力でできた、だからまず夢を語って、夢を共有して、それに協力していただける方々を集めていくと大きな力になる。それは行政であり、民間であり、商店街であり、皆さん一つの大きな夢をぶつけていく、それで夢を共有していく、そういうことが力のもとかなと思いますね、はい、これからが館としての正念場。京都高島屋ショッピングセンターの挑戦はこの先も続きます。